手前がね、牛チューリップですね。1本200円、カレーライスコロッケという。どうも、なとこです。今回秋葉原に来ました。今回紹介するお店がこちらということで、まあ、このしんがりっていう、トロと書いてしんがりってお店なんやけど、ここすごいね、 Google レビューですごい評価よくって、なんか人によったら、まあ、友達とかをここに連れてきたらもう結構みんなすごいここ好きになってハマったみたいな、っていうすごいなんか愛される酒場らしいんだよね。で、料理に関してもなんか結構まあ幅広いらしくって、なんかいろんな、揚げ物もあればお肉もあるし、まあ、ちょっとその、お刺身みたいなのもあるしみたいな、っていうので、まあ、幅広くいろいろ扱ってて、秋葉原の知る人ぞ知るっていう感じでなんか愛されてる、酒場なんやってさ、っていうので、まあ、たまたまね Google ちょっとパーって見てたら見っけたんで、ちょっと気になってたんで、まあ、普通に来てみたいなと思って今回来てみました。なので今日はここに行きたいと思います。早速行ってきます。まあ来ましたね。まあとりあえずメニュー説明するより前に早速乾杯しようぜ。 お互いねハッピー、あ、ハッピーしてあ、酔っ払ってますね。これ2軒目やけど、お互いホッピーで恥ずかしい。ハッピーではある。以上、OK、じゃあ、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あ、ま、いやでもさ、今さ、これホッピー頼んだんやけど、頼んでから気づいたって、うわー、これこっちにしてもよかったなっていうのがあって、ま、これドリンクメニューなんやけど、まあ、こういろいろあるわけよ。まあ、鉄板のビールから、こういう、まあ、中杯系から、まあ、これサワー系とかもあるけど、このウイスキーのこれテネシーハニーハイボール450円、安いし、しかもテネシーハニーって、まあ、飲んだことない人になんかね、ちょっと蜂蜜入ってるような感じの甘いウイスキーがあって、俺これめっちゃプライベートで飲むウイスキーなのよ。でもあんまこういう飲み屋で、特にこういう居酒屋でマジで見たことないよね。珍しいと思う、ね、そうあるんやと思って、もうないもんやと思ってたから、うわこれにしてもよかったなって。これテネシーハニーのハイボールで、まあ、ちょっと後味が甘いんやけどめっちゃ美味しいので、これよかったらぜひ。まあ、次、まあ、これなくなったら行くかな。で、まあ、料理こんな感じになります。まあ、なんかもう手書きのね、まあ、なんかこうちょっとアナログな感じで、まあいろいろあるんやけども、まあ、これ豚キムチもあれば、まあ、この辺は多分肉系かなとか、なんかまあいろいろなんか幅広くあります。まあ、お会計に関してはここにカゴがあるんやけど、なんかこうやって、各テーブルにカゴがあって、まあ、ここでキャッシュオフ制度になってて、まあ、ちょっとまあ、料理他にもちょっと追加準備しつつ、なんかいろいろ堪能していこうと思います。いや、来ましたよ。頼んだら来ました。こちら、手前がね、牛千枚刺し550円ですね。で、まあ千枚やね。で、こっちが、牛ハツ的、こっちも550円。じゃ千枚はね、まあ龍が食べたいということで、まあハツは俺が食べたいということで、ちょっといいですか、いっちゃってください。ちょっとは、まあやっぱハツ、俺ハツ食べたからハツ行こうかな。ニンニクのっけて、よし、じゃあいただきます。あ、うまっ。あタレ甘っ、タレめっちゃ甘い。あ、うまいわ。カツは程よく弾力があり、タレは甘めで、でも最後ニンニクがガツンと食べたら分かる。お酒の完全なあて。うん、うまっ。え、ちょっと千枚もいいっすか、いっちゃってください。ネギたっぷりでいいね。ね、結構ね、そう、ネギの辛みもある。俺千枚寿司で自分で食べることあんまないんよな。ほんと人が頼んでた食べるぐらいだから。でもそうか、これ好きな人好きやもんね。焼肉屋さんとかだったら絶対食べる。あ、確かに確かに。うん、あ、このつけだれがめっちゃさっぱりしてるわ。なんかちょうどいいかも。量っぽいし、あ、タレが濃厚でニンニクもガツンとくるから、めちゃめちゃ酸味が超すっきりしてる。うまい。まあ、正直いろいろあるけど、千枚と牛ハツセットは割とありやと思う。すごいいい塩梅で、まあね、他にも追加注文したのが来たんで紹介します。こちら、ここのハムカツ450円。まあ、4つに切ってくれてる。中にチーズ入ってるのか。まあ、やけどしてなんぼやと思ってるんでそんなことない、気をつけてください。でも俺ね、これ昔から見てくれてる人は多分分かると思うけど、俺ね、何回かどこかでやけどしてるからね、マジで。特に餃子。じゃあいただきます。あ、おい、一口でいくから。チーズが、うん、あ、うまい。めちゃめちゃ美味しいけど、チーズがやばい。あ、うまい。チーズが濃厚やわ。あー、もうなんかこれだけで酒飲めるわ。もうちょっと開けるわ。いいペースです。
やめろやめろ、後半締めれんくなるから。俺こんな風になってるの捉えたくないで。まだ一回も多分動画でそんな見せたことないねん。もうまあまあまだ今のところね大丈夫なんで、まあ、中お借りします。瞬殺でねポッピー開きまして中お借りしたんやけど、あの中これできた、あの軽量カップできた。でちょうど1号に入ってて、まあ、氷もちょっとあるけど、まあ、多分これがデフォなんやろね。これどんぐらいあんのよ。あ、まあ、氷入れる、まあ、氷あるとまあまあぼちぼちか半分ぐらい。まあまあまあ、でもまあ氷あるの考えたらまあなんかこれぐらいかな多分。ホッピーってマジでスルスルいけるのが怖いよね。いや、いや、そうなんよね、うん、そう、この味なんですよ。全然スルっていけちゃうんですよね。でもこれで調子乗ると動画見てくれてる人だったら多分あるあるなんでしょうけど、気づいたらめっちゃ酔っ払ってるっていうね。ここは優しいけど、たまにこれぐらい中入れてくるわけわからんバカみたいなお店があるから、こう褒めてるけどそれで潰されるみたいなね、まあありますからね。ちょっともう一回牛ハツ食べよう。あ、うまい。やっぱニンニク辛め、タレ甘めで、牛もとそんな臭みがない。うん、全体的にお酒が進む味やわ。追加注文したのが来ました。こちらです。これはですね、ここのチューリップですね。1本200円。でもね、上に多分カレー粉が乗ってるんやと思う。めっちゃカレーの匂いがやばい。もう俺このキッキリやばいもん。レモン絞っていい？どうぞ。すごいカレー粉の匂いがやばい。めっちゃ熱そうやけど。死ぬほど右手熱いですけど、いきます。あ、予感がした。これ一口いったらあかんやつと。ここで熱い。くんかい。おいしい。でもうまっ。外サクサク、まあ、中熱々っすね。まあ、同じような食べ方はしろとは言うけど、でもめっちゃ美味しい。あの揚げたてやから、揚げたてやから衣はすごいサクサクしてるけど、中の肉はめっちゃジューシー。ただ食べ方下手くそな人が俺の真似したら多分マジで躍動すると思うので、あの2、3回に分けた方がいいと思う。だから特別な訓練を受けてるんで、全然やけどしてないので。あ、でもね、めっちゃ酒進む。てかね、まあまあ、全部そうやけど、まあ、お酒めっちゃ進む味やもん。うん、美味しい。まあ、さっきはさ、俺あのメニューからなんか適当にいろいろ頼んでたんやけど、なんか店内見渡したらあのランキングっていうのが一応あって、まあそこにあるんやけど、1位、ハラミ焼き、まあ、今の場合はあのハラミ炙りらしいんやけども、っていうのが一番が、ハラミっていうことらしくって、で2番目が レバ好き、まあ、3番目はさっき頼んだハムカツなんやけどっていう順番になってるらしく、っていうので、まあ、やっぱその人気ランキングに弱いので、あの人気ランキングに準する形であの注文しました。こちらの手前がですね、ハラミ炙りですね。で奥が、レバテキ、まあ、あのさっきの牛ハツテキも頼んだけど、まあ、同じようにあのタレがあって、まあ、ニンニクがある感じかな。牛ハツ、牛レバ、ハラミ全部好きだけど、ニンニク推しがすごい。これそう思いっていいのかな、まあ、一旦そう思いにいようか。一応卓上にねお醤油とかあるけど、まあ、これもいっか。いただきます。あ、肉が甘っ。あ、でも肉は甘いけど、ニンニクをつけると一気にガツンって攻撃力が上がるな。あ、でも美味しい。美味しいけど、牛系に関してはやっぱね、ニンニク多いので、もしこれからのデート控えてる男性とかいたらちょっと気づけた方がいいかもね。今多分ね、俺めっちゃ口ニンニク臭いのよ。もう別に龍やからあれやけど、でもね、あれも美味しい。もちろんなくなったんでお借りします。まあ、ホッピーのね、まあ、最後の中をお借りしたんですけど、まあ、それまでにやっぱ氷がね溜まったりとかもらって同じ量よ。あのさっき同じ量もらったんやけども、お借りした結果、中がね、すごいなんかパッと見ビジュアルが怖いことになってる今。さっき多分ここまでやったんやけどね、ここまで来てるっていう。育ちました。育ちましたね。いや、そうだった。でも外の量的に考えたらちょうどいいと思うの。これ多分これでね、ちょうどいいぐらいやと思う。うん、そうやね。うん、サーハイムが多分一番濃いけど、色一番多分薄いもん。なんか解こうと思い出すね。いただきます。うん、まあ、一番濃い。一番濃いっすね。まあ、やっぱ寄ってなんぼやと思うので。大丈夫かな、完成した動画大丈夫かなこれ。まあまあ大丈夫と信じたい。よし、じゃあ食べてないのあるんで紹介します。こちら、2番人気かな、レバ的ね。じゃあちょっとレバ的もいくか。だからまあレバーってことやもんね。いただきます。あ、
うまい。レバーの臭みはある。でもまあ俺はね、多分その臭みが好きやからな、ゆえにないけど、俺はうまいわ。けどニンニクなくても味が濃いから、まあニンニクつけてもいいけど、ニンニクなくてもいいかもね。でもこれ以上ニンニク食ったらね、でも若干龍に支障出る気がする。口が臭くない？おい、若干臭いもん今自分の中で口が。でもまあうまい。ごま油ベースでしたか？うん、多分ね、ごま油かな。ごまなのかな、分からん。酔っ払ってきてるのかな。やっぱタレの甘みが結構強い。甘いんだ。甘い。初の時もそうやけど、甘いっす。ちょっと龍にレポートしてもらいます。じゃあちょっとあの龍にも食べてもらって。まだ食べてないもんね。まだ食べてない。いや、分からん。なんかタレがね、やっぱ甘いのよ。うん、うん、でもごま油って分からんくない？うん、甘さの方がやっぱ先に。そう、やっぱ来るよね。これはお酒の。あ、そう。まあそれはそう、ネギの辛さが。確かにね。うん、まあということらしいので、まあ、もうあとは食べに来てくれればね、食べに来てくれた人のみぞ知る。早っ。じゃあお借りしてもろて。はい、まあね、やっぱあの全体的にやっぱ味がねしっかりしてるので進みますわ。もうホッピーの3杯目も長いそうです。私寄ってまーす。まあ、開けます。ごめんやねんけど、やっぱあの、まあ、最初にも言ったけど、俺マジテネシーハニーめっちゃ好きなのよ。で、まあ、あんま居酒屋で飲める機会ってないから、うん、まあ、バーとかでもまあ一部あるけど一部ないとかもあるから、なかなか置いてないよね。ね、そうそうそう、だからそう好きなやつがあるから、ちょっとまあ次それ飲もうと思います。まあでも、まあ、食べ物もだいぶなくなったので、まあ、ちょっとまああと 1,2 品くらいはちょっと追加してもしようかな。お帰りしようと思ってちょっとテネシーハニーハイボールしようと思ったんですけど、テネシーハニーが在庫切れでした。寂しい。くそー。まあっていうのでね、まああのお茶割りも好きなんで、あの僕はあのコーン茶ハイにしました。で、龍がね、なんか結構レアなやつで、これなんよ。モッツクラマトハイって書いてあると思うんだけども、これ、ハマグリのスープとフレッシュトマトから作られたシーフード加工のヘルシードリンクらしくって、それの、焼酎割りってことだよね。そうだね。トマクラマトハイだからそうだね。まあ、うまいやろな。はい。はい。はい。ああ。やってシンプルに美味しい紅茶。まあ、はい、なんやけど紅茶っすね。ハマグリ、なんかクラマトはね、本当にあの料理に使ったりもするんで、うわ、うまこれ、うまこれ。ちょっと焼酎の感じけど、これめちゃくちゃ美味しいわ。でもトマトハイほどの酸味もない。多分それハマグリのおかげなのか知らんけど、多分これ酔うねんけど、酔ってでも永遠に飲めるやつやわ。あ、でも美味しいね。あ、紅茶も美味しいし、あのクラマトハイも美味しいわ。まあやっぱりさ、まだ食べたいじゃないですか。追加注文しちゃいました。こちらです。豚もつ煮込み350円。まあお好みでね、あの七味かけてもらっても OK だと思うけども、まあ、一旦そのままいこうかな。どの料理もネギがもりもりでいいね。おー、ネギもりもりでグー具だくさんで、じゃあいい匂いする。でお、うまい。あー、酒。あー、酒。どうしてうまい。あー、酒ですね。ほんまに。いや、自分でも思った。でもね、初手自足らず。あ、でもね、うまい。味ね、めっちゃ濃いところとかもあるけど、どっちかって言ったらあっさりかな。まあ、350円ならみんな頼んでもらっていいんじゃない。すごい美味しい。まあまあ酒進むわ。まあ酒、うん、まあやっぱね、酒が進むということは料理も進むってことなんですよ。もうちょっと酔っ払ってるから余熱があれですけども、追加で注文したのがあったので紹介します。こちら、こちらはですね、これコロッケなんですけども、カレーライスコロッケというコロッケですね。350円。まあこんな感じの、うん、中に練り込んでんのかな。今食べるか。熱そう。いい、ね、
めちゃめちゃ美味しいし、ちょっとスパイシー、あのがっつりスパイシーじゃないけどちょっとスパイシー。ああ。今までいろいろ食べたけど、このコロッケはめちゃくちゃ酒進む味です。他のやつもお酒進むけど、カレーコロッケは中でも進むかも、個人的には。美味しいですね。ちょっとピリッとするけどね。いやもう食べましたね。もうあとラストね、こんだけなんで、まあ、残ってる最後豚もつを食べて終わると思います。いやー食べ飲みしたわ。じゃあまあね、そろそろお会計して出たいと思います。お疲れ様でした。いやー食べたわ。食べたけどね、もうやっぱ全体的に美味しかった。いろいろあったけど、とりあえずねもう全部美味しかったし、程よくお酒が進むような味で、まあなんかね来てる人は多分常連さんが多いのかな。なんか俺らが来た時もなんかあのカウンターで一人で座ってる人とかいたんやけど、まあ店員さんと喋ってて一回来たら多分ハマるお店なのかな。なんかね常連さんが多いイメージあった。まあ秋葉原の駅から考えたらちょっとだけ歩くんやけど、まあがゆえに多分そんな人通りも少ないし、まあしっぽり飲める、酒場やと思うので、よかったら来てみてもらってもいいんじゃないかと思います。全体的に美味しいし値段もリーズナブルやし、いい、居酒屋だったんじゃないかなと思います。なのでよかったら来てみてください。以上、のどかでした。